たらね、明治維新があんなに穏やかな形でスムーズに終わったとは思いませんね。そこはやっぱ長引いてると介入を招いてね、そしてもっと日本が苦労した歴史を背負ったと思いますね。私の、まあ、私的なことを言うと、私のじいちゃんは腹切ったんです。切腹したんです。福岡で、福岡は薩摩に次ぐというならば九州の大半ですけど、島津斉彬のね、例の初姫の、斉彬の弟が殿様なんですよ、養子に来て。だから薩摩藩と同じく斉彬と一緒に工部合体派なんです。そのまま行ったわけです。斉彬が死んだ後、大久保や西郷がクーデターを起こしまして、鳥羽伏見なんですよ。で、徳川家と呼ぶんですけどね、徳川家のこと、徳川家を先頭に押してって、日本は朝廷をいただき、そして、開化にまっしぐらに邁進すべきである、今は内輪揉めの時代ではないという、そういう、まあ、歴史認識だったんですよね、ところがクーデターで鳥羽伏見でああなっちゃって、さあどうするんだと言われて、まあ、家老が福岡の場合は3人、各藩いろんなことあったんですよ。で、家老がバカだったから申し訳なかったというので、3人家老が腹を切ったのが福岡でした。だから福岡っていうのは、だから原用車だとか黒竜会だとか、そういうものを福岡は生んでいきますね。あれはね、赤蝦夷、ロシアに対する危機感が非常に強かったんです。だからドタバタやっとったら 内戦でいかにせんかと、東北の内乱もというやられるぞと、現に対馬がやられましたでしょ、ロシアから占領されたでしょ、あれうまいことイギリスの力を利用して追い出しましたけどね。また今対馬が危ないですけど、そういうことですわ。岡田先生、例えば今ですね、今の話ですけど、例えばその近現代史を見ていって、今の今現在今の日本の状況っていうのはどのぐらいのよろしくない状況ですかね、例えるとするなら。また質は違うと思うんですけど、非常に僕は危機だと思います。それは、はい、アメリカのオバマさんが野田政権に関わりますね。これからの進む方向は、一挙に今の話になりますけどね、米中接近でしょ。米中接近の中で、しかも今の経済状況の中で、日本が本当に自分の国の在り方と自分の国の自立をですね、本当にそこで迫られるんですよ、その覚悟を。だから私は田野上氏の論文の出現はですね、偶然ではなかったと思いますね。やっぱね、あそこに黒板の上に書いてますけど、信教かね、真意かね、そういうものがね、働いたんじゃないかっていうような感じですね。大宮の中でやってますから、なんとなくそういう真意とか信教とかいう言葉が使いやすいですけど、お寺でやるよりは、
やっぱり、ね、偶然じゃなかったってね、田中さんと話しててもそんな感じがしますよ。もう覚悟ですよ、彼の、私はまあ私のひいじいちゃんなんだけど、腹切った人は我が家の遠慮バカといってね、普通の親父たちの墓よりも小さいですよ。そのバカがろうとして死んだわけですから。ところがね、なんか近頃ね、誰の目なのかわからないんだけど、お参りしてくださったんですよ。何の看板も何も出てませんよ。ところがどうもお寺の和尚に聞くと、10人15人と連れ立って、年配の人も若い人も時々来て、私のひいじいちゃんところの墓はどれかと、いうからこちらだと、案内表でも立てようかと思ってと言われて、ちょっとせやーやなーやなしといてくださいよと遠慮してたからというような感じ、まあ、しかしもうしかし私なんか日本の潮の目の変わり方を感じますわ、だからまあいつも鼻がいけてるんですよ。で固定メンバーじゃなくてね、だからやっぱなんかね、日本人の心の中に今このままでいいのかっていう気持ちがねあるんじゃないですかね。あ、村山談話を復習するとかなんとかっていう話があって、ひっくり返っちゃった復習がするのは分かりますけどね匂いですか匂い、まさかの匂いがしてますね先生、それと今鴨上さんと、西丸教頭を重ね合わせるっていう風潮も一部ではあるんですが、今西丸教さんが出てきた38年前と今の状況、確かに38年前っていうのはその高度経済成長も日本にありで、こう上り坂だったような気がするんです、日本が。でその時にああいう行動、それから今回の、まあ、今における日本の状況と玉上さんとの玉上さんが出現した状況、その違いっていうのはやっぱりどういうふうにお考えになりますか。やっぱ三島さんの場合は語弊がありますけど、私はやっぱあの人の文化防衛論ってなんですね、はい、文化防衛論的なね、文化的な現象だと思います、三島さんの事件は。今回の田上さんの論文事件はこれはね、文化的じゃなくてね、政治的経済的そして思想的危機だと思うんですね。あの時はまだ日本の危機ではなかったんですよ。今は本当は危機が来てるんですよ、だから覚悟を決めて大将ですよ、昔で言うと空軍大将ですよ。空軍大将が階級落とされたでしょ、中将にさせられて、しかも退職金は4号砲を引き落とされてね、ほんで夜中の1時半にクビになったでしょ。バカがあるんですか、そんなお別れを述べることもできず、夜中の1時半に解雇とかね、いかにですね、私は危機の一面がそこにあると思いますよ、ね、とんでもない話だと思うんですけどね。日本が朝鮮の独立を奪ったっていう話があるでしょ。むちゃくちゃな話ですわね。どこがむちゃくちゃかというと、